ようございます。久保でございます。今僕はですね、羽田空港の国際線ターミナルにおります。今回はラオス、の少数民族に出会う旅です。予定としてはね、4泊6日ぐらいで、結構短いものなんですけど、ラオスの片田舎に行って、少数民族の撮影をしていきたいと思います。ラオスのね、ルアンナムターってとこがメインの場所になるかなと思っております。それではね、早速、まあもうチェックインを、まあ、出発2時間半ぐらい前なんですけど、チェックインをしたいと思います。はい、というわけでですね、無事チェックインをして、出国審査を済ませました。今からね、ラウンジがあるので、そこのラウンジにね、行ってみたいと思います。今回利用するのは中国南方航空っていうちょっとマイナーな航空会社でちょっと初めてなんですけど、なんかいい感じなことを期待します。ではラウンジに行ってみたいと思います。今回はこの北ウィングの方ですね、ティアットラウンジに向かいます。5階ですね。中国南方航空に乗ります。 JAL となんだこれ、まあ、MF 中国南方航空のコードシェア便になりますね。出発準備中でございます。まだ時間になっても乗り込めません。空港に降り立ちました。これからまた、飛行機乗ってラオスのビエンチャンに向かいます。というわけでですね、荷物検査、保安検査も終わってですね、今また制限エリアに入ってきました。正直ですね、かなり検査が、保安検査が厳しいですね。なんかバッテリーも全部出せって言われて、パソコンだけじゃなくてカメラのバッテリーも全部出せって言われて、なかなか今までにない感じの厳しさでございます。
まあ、ここからねちょっと時間があるので、まあコーヒーでも飲みつつ、なんかカフェなんかどっかあったら入りたいなと思っております、なかなかでも綺麗な空港です。めちゃくちゃ広州綺麗です。全然中国語わかりません。で、Wi-Fi もですね、この iPhone の Wi-Fi を探す Wi-Fi で探しても AirPort Wi-Fi フリーのやつが出てくるんですけど、なんかいろいろパスワードが必要、それからまた電話番号で何とかしてっていうのが出てくるんですけど、こういうフリー Wi-Fi セルフサービスステーションみたいなところがあって、ここで日本語を選んで無料 Wi-Fi を押して、パスポートを認証するとこういうフリー Wi-Fi と、パスワードが出てくる、なんかこういう紙をもらえて Wi-Fi につなげるみたいです。なのでね、ちょっと時間まであと1時間ぐらいあるので、まあ Wi-Fi つないでゆっくり待ちたいと思います。はい、というわけでですね、ラオスはビエンチャンの国際空港に到着しました。今日はこの首都のビエンチャンで一泊して、明日ルアンナムターに向かいます。はい、というわけでですね、シムと両替と、タクシーを呼んでもらって、もろもろ今タクシーを待っているところでございます。かなり湿度が高くて蒸し暑くて、正直居心地が悪いです。早くホテルに行きたい。明日また移動になるので、まあ、今日一泊ホテルでゆっくりして、ちょっとね遊びにも行って、でまた明日戻ってきたいと思います。このドナムから国際空港に。はい、というわけでですね、ラオスの空港からタクシーで約15分ぐらいですね、シティインビエンチャンみたいなところのホテルに、チェックイン完了しました。外観も綺麗でね、なかなかいい感じなんですけど、結構ね中身もかなり良くって、よくわかんないけど水と、でっかい鏡と椅子と、でもこっちにもよくわかんないけど椅子と何かがあって、今回ねダブルベッドにしました。一人ですけども、なかなかね広いんで結構満喫できそうな感じです。でお風呂場が、まあシャワーこんな感じで、まあ普通にシャワールームとシャワーカーテンがあれだけど綺麗です。でトイレがありつつの流し場というかお風呂場です。でまあこっちも普通に飲めそうというか、飲めそうというかうがいぐらいはできそうな水なので、もろもろ大丈夫かなと思います。でですね、今ちょっとホテル着いて一段落をしているところなんですけども、まあここからまあ時間も今現地の時間で6時53分、7時前なので、まあちょっと夜の、別にお腹は機内食2食食べたんでね、2食っていうのは東京から広州までの分と、広州からビエンチャンまでの分で2食、1食1食食べて、全然正直全然お腹は減ってないので、まあご飯は別に食べなくていいかなと思っているんですけど、まあお酒は飲みたいので、まあちょっとね夜の街にナイトマーケットみたいなとこがあればそこ行ってみようかなと思うので、ちょっと今から、調べて行ってみたいと思います。5万円分ぐらいドルをね両替したらね、インフレ状態なんですね。結構ね札束がね、金額のね書いてあるこの、このよくわかんないでしょ、このこれとか何なんだよって思って、1000でしたけど、もうちょっとわかんねえと思って、
いや、これとさっきの違いとかあんまりよくわかんないね。でこれが5000円みたいですね。でまあ10万、この10万円、円じゃないね、10万なんとかがだいたい1000円ぐらいって僕の中で勝手に思ってます。1000円弱ぐらいの金額になるかと思っております。でちょっとね、本当にわかんないんでね、5万、これ5万だな。はい、では早速、調べて夜の街へ行ってみたいと思います。